永田長瀬と申します。本日はこのような機会を与えていただいてどうもありがとうございます。企業で、やはり統合データベースをこれから使っていかなきゃいけないということでですね、私考えておるんですけれども、そのためにはまず企業も変わらなくてはいけないのかなというふうに考えておりまして、その企業の中での、今まで行ってきた、インフラ整備とか、それから新しい、情報を共有しなくちゃいけないみたいな、文化を変えていくというような試みを、私の今までの拙い経験をちょっとお話しさせていただいて、それはある意味でこの統合データベースの今までの、国としての試み、高木先生のご苦労の、社内の縮図みたいなところもあるので、そういう目でもちょっと、聞いていただければなというふうに思う次第です。で、今日お話しするタイトル、コンピューショナルシステムフォーケミカルカンパウンダーのコールジオペレーションって、英語で、非常に変な題名なんですけれども、この漫画のところに、あります。これで、皆さん、ちょっと思い浮かんでいただけるとありがたいですが、略すると C3PO になると、いうことでございます。そういう名前のプロジェクトをやったということでございます。で、まずちょっと大冗談に振りかぶってですね、創薬これから変わっていくというところからちょっと、時間を拝借したいと思います。たまたま今日、近場では、iPS の話をされていると思うんですけども、私も iPS の話が後で出てくると、いうことで、こういうふうに思っております。で、創薬ということでは、分子生物学が非常に大きなコントリビューションをしているということで、20世紀はずっとこの分子生物学のもとで、創薬が行われてきたのかなと思います。で、この分子生物学の基本のコンセプト、セントラルドグマというのは言うまでもなく、DNA、RNA、タンパクというこの流れなんですけれども、振り返ってみるとですね、これが出てきたということは、この基本コンセプトは、遺伝暗号表は基本的に、地球上の生物に共通だと。だから、モデル生物を調べることで人が分かるんだというところから分子生物学が起こっているというふうに理解しております。で、20世紀、大腸菌とか酵母とかドロスビラとかマウスとか、そういう、いわゆるジェネリックなモデルオーガニズムを使った研究が進んできて、いろいろな遺伝子が見つかってきたということです。で、その遺伝子を使って我々は創薬をやってきたんですけれども、今までは少なくとも例えば酵母に遺伝子入れてレポーターで発生するとか、それから、マウスのノックアウトを使うとか、そういうことで、スクリーニングをしてまいりまして、なかなか思ったような結果が出ないんじゃないかというような、この10年ではないかなというふうに思います。で、分子物学というのは非常にパワフルな、学問なんですけれども、ヒトゲノムが2000年に解読されたら全てが分かったか、もうそれで創薬は終わりだということが2000年に言われたんだけども、終わってない、始まってもいないと、なんでだろうというようなことだと思います。で、今2021世紀10年になってみますと、大きな、技術の進歩がございました。で、一つは言うまでもなく、次世代シーケンスといったものでございます。で、これが、単に、最初のその2000年にヒトゲノムを変えた、全部明らかにした時から、その何桁も、スループトが上がっているという量的な変化だけではなくて、これのもたらすものというのは、先ほど、発表にもございましたけれども、各、人類全員の、ゲノムを読める時代がもう目の前に来ているということで、遺伝的な解析がもう人で直接できる時代になったということが質的な変化を、及ぼしていると。もう、病気の発見、原因遺伝子の発見、あるいは創薬のターゲットの発見というのはモデル生物の変異体ではなく人から直接いけるという時代になったということでございます。
でもう一つ、そこでせっかく遺伝子が見つかっても、スクリーニングにマウスを使わなきゃいけないとかっていうのが今までだったんですけれども、今回ノーベル賞を取りになった山中先生の、努力でこの iPS 細胞というものが使えるようになってきて、もちろんこれで全てが、解かれたわけではないかもしれないですけれども、患者さんの iPS 細胞を使うことで、その疾病を、例えば一つのアルツハイマー病というものも患者さんの iPS を並べてみると実は3つの違う病気だったとかですね、いうことが分かるかもしれませんし、その iPS から分化した神経細胞を使うことで、直接人の経でのスクリーニングをやることができるということになります。でまた、iPS 細胞から肝臓とかそういう別の臓器に分化することで毒性の予測もできて、最後に効き目が分かるということで、創薬というものが全部人の系でできるようになるという時代が目の前に来ていると。でそれが、このディープシーケンサーと iPS のおかげだと思います。でもちろん、そこに加わる、非常に複雑なオミクスのデータ、それからそれを支えるコンピューターというものが支えて、我々人という非常な複雑な系を直接扱えるようになったということで、我々は、勝手にヒューマンバイオロジーの時代と呼んで、分子生物学というのは、生物の共通性から紐解くものでしたけれども、我々はヒューマンの中の多様性を直に扱うというようなコンセプトで、これが創薬を変えていくんであるというふうに信じているところでございます。でそのためには、もう言うまでもなくビッグデータを扱って、いかなくてはいけない。それから、化合物も非常に、データベースとして、揃えていかなくちゃいけないと。それを支えるバイオインフォマティクスといったものをどんどん、進めていかなきゃいけないというような時代になって、大きな流れが変わってきているということが明らかだというふうに考えております。で、そのインフォマティクスなんですけれども、インフォマティクスで IT と言ってもいいかもしれませんが、このインフォマティクスというのは共有ということで価値が出てくるというのが、統合データベースのコンセプトであるというふうに思います。一方で今までのサイエンス、あるいはドライのサイエンスというのは、独占ということが非常に前面に出ておりました。これは、別の言い方では我々その、産業界での創薬というのはもうここに限って、いまして、皆様アカデミアとは一線を画して勝手にやっているようなところがございました。でこれをなんとか、変えていかなきゃいけないというようなことです。でそれにはやっぱりこの膨大なデータを利用するというこの、ここでですね、出てくると、膨大なデータをやっぱり利用するためには、うまく切り出して、いらないところを切り出しつつで自分でその解析だけはやっていってというような社内の考え方を、作り上げていかなきゃいけないというふうに考えた次第です。さてところが、会社の創薬研究というのはですね、創薬研究の流れを今書きました。着想から臨床までということなんですけど、ここで流れをご説明するんではなくて、この中で我々はどういう文化を持っていくか。着想したら絶対外には知られたくない。スクリーニングしていることはもうもちろん誰にも知られたくない。化合物が出てきたとしたら社内でも秘匿すると、特許しょうがないから出すんだけどなるべく遅いし、特許を出してもその中に本命はなるべく隠すんだということ。それから大体この辺で9割以上の、プロジェクトは失敗するわけですけど、失敗したらもう絶対こんなの思い出したくはないと、早く捨てよう。でその失敗の例を他の人が利用するぐらいだったら捨てちゃった方がいいんだ、こういうような、これは、アカデミアでも
って少しはあるかもしれないですけど、企業の文化でございます。これがあったんじゃ我々いつまでたっても、なかなかうまくいかない。ここを変えていかなくちゃいけないということです。で、情報共有をしましょうと、失敗したものも全部集めておきましょうという流れはもうコンピューターでデータベースができた時代から始まったことです。で、ところが、まあ、初期、クライアントサーバーの初期の頃はとにかく、上からですね、データを集中管理するから出しなさいということで、社内のデータベースを構築しました。で、ところが、集めるにあたってはこういうフォーマットで出しなさいと言っといて、で、集めたはいいけど別にそれはデータのプロデュースした側に何のメリットもない。会社としてのデータは集まるんですけど何のメリットもない。で、しかも共有されるなら出したくないということで、隠しちゃう人がたくさんおりました。で、それではいけないと。で、今のところ、最近はですね、いろいろな技術が、できてきまして、データ分散化、こういう中ではまずデータベースを作ってそのユーザーがメリットを、被る、その裏でデータをまとめ上げる、そういうことが可能な時代になったというふうに、考えられます。で、そこでそういうコンセプトのもとで、この、プロジェクトをスタートしたということです。で、我々化合物たくさん、持っております。で、プロジェクトごとに、化合物を作ってどんどん活性を上げていくというような形で各プロジェクトが自分たちの化合物を管理しているわけです。で、そのプロジェクトに特化して、その化合物を、管理してプロジェクトをいかに効率よく、回すかと、そこに、ユーザーに、利便性があるということを前面に出して、いや共有なんか全然考えてませんということで、データベース作りを始めたわけです。整理しますと、なぜこういう、社内のデータベースを作るかということですけれども、バイオインフォマティクスの技術をなんとか 内製化して育てておかないと今後の情報を、ビッグデータを扱うサイエンスの、強みを持ち得ないということですね。で、創薬は行うにはそのヒューマンバイオロジーといったそういう新しい情報を扱うことで絶対これから質的に変わってくるんだということを信じて、早くやらないと、もう遅れを取ると。で、研究者自身もバイオインフォマティクスが重要だということをよく分かっていただきたいし、トップ層も、分かっていただきたいということです。で、いかにやっていくかということですけど、繰り返しになりますけども、情報共有というのを共有側から始めると大失敗をするということを、痛い思いをしましたので、共有はしませんと言っておいて、あなた方ユーザーに利便がありますということで、プロジェクトベースの データベースを作ったということでございます。で、プロジェクトをサポートする個々のデータをデータベースを、そのプロジェクトの隣で、作って、そのプロジェクトが明日から発生系ちょっとノードを変えました、分かりました、これは、データベースの画面変えましょうということで、隣にドライの人間を座らせてデータベースを作るということをやってまいりました。で、ドライの人の人材育成もなるべくやりたいということを考えておりました。共有ということはとにかくは現場にメリット、これがもう前面に出て、化合物管理データベースを作るんだと、共有を後からできるんだということなんです。で、これは一つのプロジェクトの、画面ですけれども、この合成した化合物の、いろいろなパラメーターが、一画面で見られるようになっていて、この中で、クリックするとそのいろいろなデータが、現れると
言ったことになります。で別のプロジェクトではいやもっとその一覧性を上げて、画面スクロールしたりクリックしないで、アドバンスに全部見たいんだとどうしてもそうやってくれというプロジェクトにはそのプロジェクトのためのユーザーインターフェースを作るというような形でございました。でその他に、各プロジェクト共通として例えばタウンバックとのインタラクションを、見たいというような、共通な、ファンクションも、付け加えたと。それからこれは例えばカイネスの阻害剤っていうのは社内でもいくつもの、プロジェクトが流れるわけですので、そういうことから、カイノームの、マッピングと我々の中のデータベースとの、リンクを取るというような形です。それから、今のはスモールカンパウンドでしたけれども、それに加えて天然物を、リンクをしたと、それから、ハイコンテントスクリーニングというイメージングのようなデータこちらも、取り込むという形で、どんどん現場のその利便性を上げていくということを行ってまいりました。で、各そのプロジェクトごとにこのようなデータベースができるんですけど、薬作りのためには、体内動態とかそれから、毒性とかっていうようないわゆる共通機能がございます。でここは、プロジェクト横断的にデータベースを作っております。でここについてはこちらと、裏できちっとリンクをすることで、今までは例えば発注書を書いて、出してそれでデータもらいに行ってまたここで入れ直すというような流れがあったんですけどこれは全部裏側で、オンライン化するというような形にできるようになりました。でこれができたということはある意味で、裏側でこのデータベースは、つながっちゃっているぞというようなことが、達成できたわけです。で次に、我々のこれは、社内のことで恐縮ですけれども、2009年に、ちょっと、社内の大きな組織改変を行いまして、今までは、サイト縦側の方日本とか、アメリカヨーロッパといったサイトごとのマネージメント、組織が作られておりましたけど、2009年からこの横節ファンクショナルな、例えばニューロサイエンスオンコロジーといったファンクショナルな形での、組織に、変わりました。ということはこの一つの組織がすで、にグローバルとして化されたということで個々のプロジェクトもおのずと自動的にグローバルなプロジェクトになってしまいまして、この C3PO というデータベースはおのずとグローバルに全部使われるということができまして、2009年以降ですね一気にグローバルなデファクトのデータベースということになりまして、創薬の化合物をすべて C3PO 上に乗っけることができました。でやっ と,、じゃあ裏で共有しましょうということで共有化のツールを、改めて作りまして、研究者に、提供されてこれはちょっと使えるじゃんというような評価をされるようになったということです。でまた、化合物中心なんですけども化合物の他に遺伝子情報いろんなものが、社内には転がっておりましてそれを10波人柄にガンといわゆるGoogle のように、化合物を引っ掛けてくるような、ちょっと、社の外で発表するには引け目を感じる名前で Google というんですけど、まあ、このようなツールも、作らせていただいて非常に便利で、研究者は便利な思いをしているというふうに信じております。ということでですね、社内のデータベースというものが、構築されてそれが裏側できちっとつながる形になったと、まあそのテクニカルに言えば実際はつながっていたものを個々 の, そのプロジェクト
ごとに別々に見せていたというだけの話なんですけれども、社内のインフラがこういうふうに整ったと。で、社内も統合データベース化されたと。これで、インフラが整いましたので、外側の、今、高木先生中心に作られております統合データベースというものと、やり取りをするということで、我々のケミストリーとバイオロジーの、データが融合してまいりまして、それを、外側から俯瞰するというような形で何か新しい発見が、出てきてくるんではないかということを楽しみにしております。で、逆に言いますと、こういう形で、社内から作っていかないと我々、薬作り新しいことは、できないというふうに感じている次第です。ですから、ぜひとも統合データベースうまくいってですね、このような形になって、で、日本のライフサイエンスが進むと同時に、我々、製薬もですね、効率よく、新薬を、創薬を成功させるようにしていきたいというふうに考える次第です。以上でございます。どうもありがとうございました。